アイカチャンネル。はい、こんばんは、アイカです。先日ですね、私久しぶりに東京に行ってきたんですけども、東京にできた新しいコスメのホットなスポットといえば、そう、アットコスメ東京ですね。まあ、原宿にできたアットコスメストアのすごく大きいショップっていう感じなんですが、まあ、できた時から行きたいなと思ってたんですけど、まあ、なかなか行く時間なくて、まあ、行けても春ぐらいかなとか思っていたんですが、ちょうど東京に行く予定がある日に、いつもだとスケジュールぎっちりなんですが、移動時間省いてショップに滞在できる時間が15分だけだったんですけど、確保できるタイミングがあったのでダッシュで行ってきました。というわけでこちら、今回はアットコスメ東京で15分間で購入したアイテムを紹介していきたいと思います。もう行ったことある方だったらご存知だと思うんですが、ショップね、1階2階とフロアが分かれているんですね。でそれぞれでお買い物したんですけども、その合計金額が約5万円、まあ、1分あたり約3333円購入していたと思うとね、まあ、結構なスピードなんじゃないかなと思うんですけど、こちら早速見ていきたいと思います。でも数はね、そんなに多くないんですよね。もうプチプラもデパコスもほんと混ぜ混ぜでね、もう所狭しとコスメがあるので、もうコスメ好きな方はね、行くとテーマパーク並みに楽しめるんじゃないかなと思います。じゃあ今回はね、珍しくレシート捨てずに取っておきましたので、これを見ながらアイテムと価格を紹介していきたいと思います。いつもはね、私税抜き表示でテロップ入れてるんですけど、レシートが税込み表示になってるので、今回は税込みでテロップ入れさせていただきます。じゃあまず1階で買い物したものですね。で1階は入ってすぐのところに、まあ、オープン記念なのかな、キットがたくさん出てたんですけど、まあ、オープンしてしばらく経ってから行ったので、まあ、数的にはちょっと減ってるかなという感じでした。で入って左側にデパコスのちっちゃいカウンターというか、まあ、重機1個ずつが1つのブランドになってるようなブースがたくさんあって、手前にはイベントスペースみたいなところもあって、そこでね、ランコムのジェニフィックの体験会みたいなのもされていました。すごく楽しそうだったんですけどね、全然そういうのを受ける時間はなかったので素通りしたんですが、じゃん、こちらですね、そのキットがたくさんあるところにこちらのジェニフィックのキットも出ていましたので、こちら購入しました。でこれはジェニフィックの現品のサイズ違いで2種類出ていたんですが、私が購入したのは 50mm サイズの方ですね。私 50mm 買ったんだ。でこれが 15,400円です。で入ってるのがこのジェニフィックの現品ですね。それからこの目元用の美容液、そしてこのデュエルコンセントレートという美容液ですね、それのミニサイズ、そしてあとこのシートマスクという感じの内容になっています。ジェニフィックのキットはね、過去にも買ったことがあるので、ちょっとずつ中身は違ってはいるんですけど、まあ、マスクだったりとか、このジェニフィック本体の使用感がね、まあ、私も重々知っているので、まあ、失敗はないセットかなと思います。今使ってるのが 30mm だから、こうやって見ると 50mm でかいですね。でちょうどランコムのアドベントカレンダーに入っていたジェニフィックを使い切りそうだったので、すごくいいタイミングでした。こっちが目元用の小さいやつですね。でランコムの目元用の美容液はこうマッサージができて、ちょっと目周りがね、すっきりするようなタイプだったと思います。それからものすごいゲルっぽい素材のマスクですね。もうこれは超超乾燥した日用に温存しておきたいと思います。そしてこれ、これじゃん、これね、ビジュアルは見たことあるんですけど、使ったことはなくて、これ入っててすごく嬉しかったんですよね。で開けるとこんな感じ、ベースフォーミュラとブルーのフォーミュラっていうのが分かれて入っていて、混ぜて使う美容液のようです。ここにね、絵で分かりやすく書いてくれてて、こんな感じで混ぜて使うよっていうことなんですが、まあ、この通常のジェニフィックとのまた使い分けというかね、また使い方なんかはしっかり読んでから使いたいなと思います。これはジェニフィック愛用してる人だったらね、買って損はないんじゃないかなと思います。入ってすぐ右側のところにセザンヌの、まあ、ちょっとしたブースというかスペースがあって、そこでね、こちら購入しました。まあ、新しいカラーが出るということでね、 SNS でも話題になっていたと思うんですが、パールグローハイライトの03番ですね。これはオーロラミントというちょっとクールなトーンのハイライターなんですが、まあ、2020年春は寒色がブームということで、ハイライターまでね、こういった色味のものが出ていました。まあ、これも全国発売がもうされてるのかちょっとわからないんですけど、結構発売されてすぐって在庫切れで手に入らなかったりっていうイメージがあったので、これはミサトちゃんへのお土産です。プチプラ紹介してるから、これも多分買う予定だったと思うので、はい、これはね、お土産として渡したいと思います。で次、これね、店頭で買える
のもめちゃくちゃいいなと思ったんですが、こちら高見スキンピールボディですね。で、高見スキンピールといえばあのフェイス用のお試しセットとかがね、結構ネット広告とかでも出てたりすると思うんですけど、まあ通販で通常は購入できるスキンケアブランドなんですよね。で、私顔用は昔お試しで使ったことあって結構いいなと思ってたんですけど、結構その後いろいろ雑誌とか見てたらモデルさんとかがこのボディを押されていることがあって、ボディを使ってみたいなと思ってたんですよ。でもね、これが 200g 入りで6160円ということで、まあ、普段ねボディケアにあまりお金をかけない私からすると結構いいお値段するなと思って、なかなかいきなりネットで現品買う勇気がなかったんですよ。でもこの高見のねコーナーがあって、しかもねストックは下にあるのかもしれないけど、店頭に出てるスキンピールボディの在庫がねもうこれラス1だったんですよ。他のはこう後ろにずらっとあるけど、めちゃくちゃ売れてると思ってすかさず買ってしまいました。で、名前からしてわかると思うんですけど、ピーリング効果のあるアイテムなんですが、こちらはねアルコールフリーなんですよね。なので拭き取り系とかそういう角質ケアするアイテムってアルコール使っているもの結構あるんですけど、高見のものは私でも安心して使うことができます。でね、スパチュラがほら大きい、なくさないサイズ、これ嬉しいですね。そう、アットコスメオリジナルのスパチュラなんかも売っていました。こうやって見せられると見たことあるっていう人多いんじゃないかなと思うんですが、確かね結構プルッとしてると思うんですよ。うお、ほらわかるかな、ベローンってこうジェルみたいな感じなので、スクラブみたいにこうゴシゴシして使うものではないので、なのに角質ケアできるっていうのが非常に不思議なんですけど、マイルドな使用感で少しずつ優しくねケアしていけるかなと思うので、こちら使っていこうと思います。これはねしばらく使ったらまた使用感ご紹介しようと思います。普段通販でしか買えないものをね実際こう手に取って見れるっていうのはいいですよね。それからこれもね気になってて買おうと思ってたんですけど、なかなかカウンターに行くタイミングがなかったものなので、サクッと買えてよかったです。こちらコスメデコルテの永久ミリオリティリペアクレンジングクリーム N ですね。これはね過去の動画でも結構紹介してきたもので、クレンジングクリームの中では私が一番リピートしているものなんですけど、通称もろもろクリームというね、メイクに馴染むと今まで普通にクリーム状だったものが、まあ、消しカスほどボロボロした感じにはならないんですけど、ちょっと塊的になってもろもろっとしてくるという面白いアイテムなんですが、私これがすごい好き でリニューアルしたから欲しいなと思いながら、やっぱりカウンター行くとね結構時間がかかるのでなかなか買いに行けずにいたんですが、こういったねちょっとお高めのデパコスもセルフチョイスで購入することができたので、本当カウンター苦手っていう人とか、まあ、ゆっくり説明聞いてる時間ないっていう人なんかにはアットコスメ東京すごくいいと思います。これもまたスキンケア動画でね紹介しますね、久しぶりに。お高めのクレンジングクリームは私このコスメデコルテの永久ミリオリティかゲランのクリームが好きなんですけど、フィニッシュのタイミングが分かるっていう意味ではこっちの方がねより使いやすいかなと思います。こちらが1万1000円ですね。そして次またプチプラなんですけど、こちらヒロインメイクのロング&カールマスカラアドバンスドフィルムの01番漆黒ブラックです。コスメデコルテの永久ミリオリティみたいな高いスキンケアもある、もうすぐ近くの重機ではこういったプチプラのマスカラも売られているっていうのがねすごく面白いなと思ったんですけど、これねなんかこういうのあんた持ってなかったって思った方いらっしゃると思うんですが、そうヒロインメイクのマスカラってものすごく種類あるの皆さんご存知ですか？で、私もあまり詳しくなかったので真実を知ってびっくりしたんですけど、ちょうどねこの前ツイッターでものすごく分かりやすくこのマスカラについてまとめてくださっている方のツイートが流れてきて、なんとねこの似た感じのパッケージのマスカラだけで7種類あるんだそうです。長さを重視したい人、それからボリュームを重視したい人、まあこのあたりはねこのロング&カールとかってね書いてくれてるからなんとなくわかると思うんですが、その中でお湯落ちとかとにかく落ちないとか、カールもされるけど簡単にも落ちるよとかね、こう住み分けがされてたみたいで、あそうだったんだと思って、ほんと全然理解しきれていなかったんですけど、このツイートにまとめられている内容を見たところ、私はね今回購入したこちらのタイプがカールキープもされるけどオフしやすいということで、ものすごく私好みなんじゃないかなと思ったので改めてこちらを買ってみました。もう私のまつげのカールキープ力のなさほんとすごいですからね、形状記憶繊維かなっていうぐらい本当に直毛なので、こちらのね力のほどを継承したいなと思います。これがね1320円でした。2階ではねほんと滞在できる時間が短かったので、もうババババッという感じでピックアップしていったんですけど、2階のフロアではこういったアイテムを購入しました。アイカチャンネル。
まあ、1回で購入したものは基本的にはね、私が福岡にいてもまあ簡単に買えるかなというアイテムではあるんですが、まあ、カウンターに行くのがめんどくさかったりとか、ドラッグストアとかでピックアップするのは探すのがめんどくさいなというアイテムだったんですけど、2階ではアットコスメだから取り扱いがあるのかなというか、逆に言うとここじゃないとどこで取り扱いがあるのかわからない商品をせっかくなので買ってみました。でもちろんブランドごとのブースみたいなのもあるんですけど、アットコスメ東京の最大の特徴といえば、やっぱりランキングごとにね商品が展示されているところだと思うんですよね。ジャンル別に人気商品が並べてくれているので、今こういう商品が人気なんだなというのが本当一目瞭然です。なので私みたいに普段デパコスばかりチェックしていると、プチプラだったりとかミドルとかのアイテムで人気の商品とかっていうのは詳しくなかったりするので、もうこのランキング見てるだけでもすごく楽しかったです。でその中からね面白そうなものを見つけたので買ってきました。ちょうど洗顔をね切らしそうだったので、洗顔ランキングのこちら2位だったんですけど、初めて見たものを買ってきました。シェルクルールナチュレポウウィプトソープというね、もう私のことを試しにかかってきてるんじゃないかなみたいな難しいネーミングなんですけど、まあ、なんでこれ2位なのに買ったのかというと、1位はねなんか見たことのある個包装の酵素洗顔だったんですよね。まあ、それはちょっと使ったことあるから、せっかくだったら使ったことないものをと思って2位のこちら買ったんですけど、本当これはねアイテムも知らないし、このブランドというかメーカーも知らないので、もう完全にお初のアイテムなんですけど、もうこれこそまさにあの時アットコスメ東京に行かなかったら一生出会うことはなかったんじゃないかなというアイテムです。でどういうところが人気なのかっていうのもちっちゃいポップみたいなので書いてくれてて、こちらはね泡立ちが非常にいいということだったので、もう使うのが楽しみです。これをね早く使いたかったから、もう速攻で開封動画を今撮っているんですけど、まあ、人気のほどはねまた後日レビューしたいと思います。でこれがねもうパパッと買っちゃったから値段がわからなかったんですけど、3300円でした。でそれから少しなんですけど、韓国コスメも取り扱いがありました。コスメもなんですけど、スキンケアももちろんあって、シートマスクなんかはシートマスクコーナーにたくさんずらっと並べられていて、本当に少量から買えるものとかもたくさんあったので、お土産なんかにもとてもいいと思います。で私はねここでパッケージがめちゃくちゃ可愛いシートマスクを見つけてしまったので、そちら買ってきました。こちらウェディングドレスファーミングマスクというね、なんか見た目もすごく良さそうだし、なんかめちゃくちゃ効きそうという独断と偏見で購入したんですが、これがね5枚入りだそうです。1箱1650円でした。でこれね種類がいくつかありました。もう慌ててたので全然その種類の違いなんかもチェックできなかったんですけど、この黄色のタイプ、それからこのミント色みたいなものですね、そしてこちらのラベンダーですね。これ可愛いなと思って、全然使ったことないのにもういきなり3箱買ってしまいました。まあ、最近そういえば新しいシートマスクってあんまり挑戦してなかったかなと思うので、これも使ってみようと思います。もうほんと最近乾燥がひどくて、もう私朝もスキンケアの最後にオイル足すぐらいになったんですけど、それでも額とか乾燥寸前のサラサラ具合になってるので、しっかりねマスク入れていきたいなと思います。そしてこちらですね、これはね近くのアットコスメストアにも展開はあったんですけど、確かね在庫切れしてたのでやっと買うことができました。メイクアップアーティストの川北さん監修の&B ですね、このブランドのバリアオイルです。これね全身保湿オイルということで、もう体にも使えるし髪にも使えるオイルだそうです。もうさっき言ったように本当に乾燥がひどいので、もう顔だけじゃなくてボディとか髪も乾ききっているので、これも2サイズあったんですが、もういきなり大きい方を購入してきました。でねこのアットコスメのベストアワードですね、オイル部門1位ということで、まあ、こういうランキングってどうなのっていう意見もね確かにあるんですけど、実際ね何か買おうって思う時にやっぱりこういうの見ると、私は好奇心が湧き上がってきて、まあ、1位の実力がどれほどのものかチェックしたくなって買っちゃいますね。これはちょっと紙につけちゃいます。サラッとしてるけど触るとこう厚みがあるようなオイルですね。サラサラしすぎなくて使いやすそう。ちょっともう髪のね毛先が、これ朝ワックスつけたんですけど、それでも撮影してたらもうエアコンでどんどん乾燥してきていたので、ちょっとつけておきたいと思います。セットした後にこうやってもう毛先とか気になるところだけつけて、残ったのは手になじますとかでもいいと思うんですけど、あと首の乾燥が気になるから首にも持っとこう。香りも強くないからすごく使いやすそうですね。私みたいに普段から香水使っているっていう人でも匂いが喧嘩することなく使うことができると思います。これ変えてよかった。
そして最後、1階にもね重機置いてあったコスメデコルテなんですが、2階では最近発売になって人気のリップオイルが紹介されていました。そう、コスメデコルテってスキンケア使っててコスメ見たらめちゃくちゃ安って思ってしまうんですが、リップオイルも2970円です。これから使ってみないとあれなんですけど、プレゼントとかにもいいんじゃないかなと思いました。私が購入したのはこの03番というちょっと赤っぽいカラーです。で、基本的にはセルフっぽいショップではあるんですけど、ブースによってはスタッフさんがいらっしゃって、コスメデコルテもねちょうどスタッフの方いらっしゃったので、人気のカラーを聞いてこちらを買ってきました。アットコスメ東京さんではねこちらのカラーが一番売れているようです。なんかこういうのとかも発売してすぐだったらやっぱカウンターとかだとね色かけしていたりっていうのがあると思うんですけど、まあ、できたばかりのショップだしお店も大きいので在庫も豊富にあるようだったので、まあ、そういったところもねお買い物しやすいポイントだなと思いました。もうあとはね本当時間がなくてもったいなかったんですけど、時間があったらトゥーフェイスドのファンデーションの色味もチェックしたかったし、あと使ったことない韓国コスメとかね、あとブラシやスポンジなんかのツールなんかももちろんあったので、そういったのももっともっとチェックしたかったなと思います。まあ、こんな感じでねたった15分の滞在でもこれだけ欲しいものが見つかるっていうことは、本当じっくり見てたら多分半日ぐらいかかると思いますし、もうお財布の紐はね緩みっぱなしになるんじゃないかなと思います。でちょっとした休憩ができるようなソファーだったりとか、お子さんを遊ばせるようなスペースなんかもありましたので、まあ、ちっちゃい子供がいてね結構カウンターに行きづらいっていうコメントなんかいただくこと多いんですけど、アットコスメ東京だったらねそういったところもお買い物しやすいんじゃないかなと思いました。で2階に行く時もエレベーターあったので、ちっちゃいお子さんいたりとかね、あと遠方から旅行で来ていてトランク持っているっていう人なんかでも動きやすい作りになっていると思います。というわけで、名だたる YouTuber さんとかインスタグラマーさんはね招待されて、まあ、レポートされたりしていましたけど、まあ、私は自腹で行って自腹で買い物してきてリアルな感想をお伝えしましたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。まあね、いつかあんなところに招待されるくらいの YouTuber になれたらいいなとは思いつつですね、まあ、今回、まあ、これちょっと裏話というか、まあ、嬉しかった話なんですけど、まあ、今回のね開封動画撮るときに、まあ、ちょっとしたね店内の写真なんかを動画の中に入れれたらいいなと思って、まあ、スタッフの方にね写真撮らせてもらってもいいですかっていう確認をさせていただいたんですけど、まあ、そのスタッフの方からね、あの YouTuber さんですよねみたいな感じで言われて、まあ、愛花さんですよねいつも見てますみたいなことを言っていただいて、まあ、それがねちょっと嬉しかったです。なんかこの人見たことあるなみたいなお世辞じゃなくって、アットコスメショッピング、まあ、通販の方ですね、それとか利用してくださってますよねみたいな感じで言ってくれたので、まあ、多分ねアットコスメショッピングで購入したものの開封動画を上げたりしているのも、まあ、もしかしたら見てくれていたのかなと思ってすごく嬉しくなりました。まあ、そんな感じでまさにコスメのテーマパークというようなショップだったんですけど、まあ、プチプラ買いたかったらドラッグストア行くし、デパコス買いたかったら百貨店行くから、総合的なショップって何か特別メリットあるのって思ってる方もいるかもしれないんですけど、もう行ってみてください、行って感じてみてください、楽しいから。まあ、そんな感じの体験談を入れつつの購入品紹介動画でした。最後に今日のメイクです。今日はスックのデザイニングカラーアイズの15番を使って、リップはこちら視聴者さんがプレゼントしてくださったセルボーグのリップですね。お色がね04番なんですけど、すごく使いやすいカラーです。ありがとうございます。早速使わせていただいています。こちらを使っていました。今回の動画楽しんでいただけた方はぜひ高評価やチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。今日も最後までお付き合いいただいてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。愛花でした。